こちらは東京丸井のサブマシンガン MP5A5 です。でかすぎてカメラに全部収まりきらないぐらいの大きさなんですけど、サブマシンガンっていう連射できる銃ですね。もちろんこれ本物じゃなくて BB 弾を撃つ電動ガンになります。さあ、ここにスペックが書いてあるんですけど、見てください。これアルカリ炭酸電池6本でフルオート5000発発射可能で、なんと25メートルも飛びます。いろいろとこれ詰め込まれてますね。かなりリアルに作られていることがわかります。じゃあもう我慢できないんで早速開封していきます。うわ、はい、ご覧ください。この大きさ、一括ちょっと取り出してみましょう。おお、かっこいい。あ、これがマガジンかな。これ弾を補充する部分ですね。すごい、この重厚感素晴らしいですね。おそらくここにマガジンをセットするはずです。こんな感じかな。おお、入った。お、これめちゃくちゃかっこええやん、これ。あ、じゃあこれ逆やったわ、これ。こうや。何やってんだお前。ほら見てこれ。説明書にはまずこれ電池を入れて弾を入れて発射するそうです。準備して撃ってみましょう。発射の準備が整いました。どうもここでモードを選べるようで、今はセーフティーになっているんで弾を撃つことはできません。この白色の部分を合わせることによって単発撃ちと連射撃ちに切り替えることができます。じゃあまずここを単発撃ちに変えて早速撃ってみたいと思います。最近購入したものに入っていた段ボールがちょうど目の前にあったんで、こちらを撃っていきます。では先端のキャップを外してモードをまず単発撃ちから始めてみます。いきます。発射。うわ。嘘だろお前。うわ、すっげえ。見てくださいこれ、かなり硬い段ボールですけど、へこむぐらいの傷が入っていますね。じゃあ次はこちらを連射撃ちしてみたいと思います。発射。うわっ、うん、すげえ。え、見てくださいこれ、やばくない？さすが連射撃ち、穴が開いてしまいました。単発では貫通しませんでしたが、やはり連射をすることによって厚みが 2,3 ミリある段ボールをなんと貫通してしまいました。こちらのサブマシンガンを撃っている時に私一つ思いつきました。前回グロックで不思議な液体ダイラタンシーを撃ったんですが、このサブマシンガンでダイラタンシーを連射すると一体どうなってしまうのか、気になったら止まりません。ということで早速サブマシンガンでダイラタンシーを撃ってみたいと思います。はい、これを使ってね。ではこちらの容器にダイラタンシーを作っていくんですが、ダイラタンシーの作り方は水とこの片栗粉を混ぜるだけです。この2つを混ぜることによって、普通に触ると液体なんですけど、衝撃を与えると固体になるという不思議なものを作ることができます。じゃあ早速作っていきましょうか。さあ、今水の中に 200g 片栗粉を投入しました。じゃあちょっと混ぜてみましょう。下にすごい沈殿してんねこれ。はい、混ざりきりましたけど、まだまだ液体ですね。さらに片栗粉を追加していきます。はい、ということでダイラタンシーが完成しました。今回調整しながら入れたんで、この通り、ほら、うわっ、うらやっぱこれ。普通に手を入れると、ただの液体なんですが、衝撃を与えると、このように、指が入らなくなるぐらい、固体になります。こちらのダイラタンシーに、サブマシンガンを撃つと、一体どのような絵になるのか、早速、検証していきましょう。カネクボーン！では、すべての準備が整いました。今回はこのメインのカメラと、もう一つ、iPhone でスロー撮影をして、どのようになっているのかを見ていきたいと思います。ではまず、サブマシンガンの、単発撃ちからやっていきましょう。単発撃ち、いきます。発射。お、跳ね返りはせんかったけど、普通に弾防ぎましたね。でもこれ単発だから防げたけど、この連射モードにしたら一体どうなるのか、これめちゃくちゃ楽しみですね。連射モード、いきます。ゴー。防ぐやん。あの連続の銃撃を、普通の映像だとかなり防弾したように見えますね。スローカメラで見てみましょう。あ、防
さ。後からスローの映像を確認すると、まあ不正だかどうかかなり微妙なんで、やっぱりこの BB 弾を弾かないとあまり意味がないですよね。では割合を変更していきます。本当かな。ということで片栗粉の配分を変更しました。マジでね、ギリギリ液体レベル、これであれば銃弾を跳ね返すことができるはずです。では検証していきます。サブマシンガンフルオート、いきます。発射。さっきよりも明らかに弾を防いではいますが、弾を弾くことは全くできません。片栗粉でダイラ端子を作ってもそこまで防御力は高くありませんでした。実はセラミックの粒子が溶け込んだ液体を作ることで実弾を防ぐまで防御力を上げることができるそうです。皆さんも自由研究で作ってみてください。それじゃ今回はこれで終わり。